松本茂げは、日本中央競馬会立党トレーニングセンターに、所属していた元調教師。日本大学卒業。ジップは、松本正夫。実刑は、松本正一で、共に、JRA の元調教師である。長男は、元協定選手の松本渡る勇気。日本大学在学中に、K 刺激の芸名で、歌手デビューし、大学卒業後も東京。 六本木で弾き語りをするなど、芸能活動を継続していた。その後、1974年に松本正夫級者で、休務員となり、翌年に調教助手となる。後に、松本正一級者、清水久夫級者所属を経ている。この間、10回近く調教師試験を受験し、1992年に調教師免許を取得。 翌1993年に旧社を開業。初出走は9月25日阪神競馬第3、競争のマンノラモスで2着。初勝利は10月10日、京都競馬第8競争のカム社員で延べ9等目だった。1996年のダイヤモンドステークスを優先賞で制して、重賞初勝利。GI 競争の初勝利は2001年、中山大障害の遊歩養法。 平地の GI 競争は2002年、スプリンターズ・ステークスのビリーブ。2019年2月をもって、定年のため長教師を引退した。括弧内は、当該場の優勝・重賞競争。ふとじは、GI 級競争。ふとじは、門下生。括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分。松本氏、歌手から、転校。 運に恵まれたスポーツ日本2019年1月30日ありがとうございます。